ゆっくりの、怖い話。割とマジで超怖いことあったから話してく。オープンにチャンネル、VIP、オンビップなどと呼ばれるこのスレにオカルト体験を書き込む者が現れた。割とマジで超怖いことあったから話してく。先週あったことなんだけど、いろいろあって落ち着いてきたからここで話す。書き溜してないから更新遅いけどな。すでに解決済みの話だそうです。住人たちは、うわ、怖えよー。もう話すのやめてくれー。チンチン大きくなる、チンチンちっちゃくなる、位置のせいでもうトイレ一人で行けなく。通常営業で歓迎します。人が怖いやつ、人じゃないやつ、霊的だった。先週の土曜日にあった近所のイベントで久しぶりに小学校来の友人に会ったんだよ。割と久しぶりだったから結構話し込んで、気づいたら夜の11時回ってたから、帰ることにした。位置が話し始めてるのに未だに聞く気がない人たち。で、小学校来の友人だし、電車で帰れば結局同じ駅で降りるんだよ。そこから歩きでお互いの家まで帰るんだけど、道中に俺が中学生ぐらいの時に潰れたなんかの建物があったんだ。その建物は未だに何なのかよくわかってないんだけど、近所の小学生が窓割ったりしてて、結構雰囲気出てた。俺は軽く寄ってて、友人と、怖えな、みたいなテンションで通り過ぎようとした時だった。その廃墟の角、四角になってるところ、から白い服を着た感じの人がロイって感じでこっちを覗いてきたんだ。俺は当然ビビってうわっとか言って尻餅ついたんだけど、もう一度見た時には何もいなかった。友人に聞いても見てないってよし、単純に酔っ払ってて何かと見間違えたんじゃないかって思った。そうかもね。だけど、後日、一緒に飲みに行った友人とさらに他の友人たちと会うことになった。昨日せっかく会ったし、みんなで遊ぼうってやつだ。正直言って超楽しかった。みんなで、カラオケ行ったんだが、そんな中、一人の友人がトイレに行くため部屋を出た。それから20秒ぐらいしたら、ドスって聞こえてきてその友人が息を切らせて帰ってきた。友人の話曰く、ドスって音は転んだ音らしいのだが、その転んだ理由が、通路の一番奥から白い服を着た女らしき影がいきなり顔を出し、驚いた、というものだった。俺的には、別に暗い夜道でもないしビビることはないだろうと思ったんだが、友人曰く、ただの人間というか、お化け屋敷のビビらせるために作られた、そういう仕掛け、のような怖さを感じたという。俺はここで先日の例の出来事を思い出した、角から突然顔を出すという点でこの出来事が類似してるからだ。その友人はビビりすぎて一人ではトイレに行けなくなったから、俺ともう一人の友人と付き添うことにした。結果としては、別に何も出なかったし、特に何も感じなかった。その日は結局夕方まで遊び続けた。その後、俺ん家に友人たちを招いてみんなで飲んだ。そこで、先日俺も今日カラオケで会ったことと同じことがあったと言ったら全員青い顔をして冗談だろ、とか言ってきた。幸運なことに友人の一人が寺の知り合いがいるらしいからみんな揃ってお祓いしてもらうことにした。俺は結構オカルトが好きで、リゾートバイトとか、小鳥箱なんかの名作怖い話を読んでたから、内心ワクワクがあった。怖えよ、なんて度胸あるんだよ、チンチンにぎにぎ。本当に怖がってるんですかね、この人たち。美人で巨乳で清潔感あるなら内縁の妻になってほしいな。確実に怖がってねえな。あ、先週って言ったけど、厳密には2週間前か。で、月曜日の夕方、みんな揃って俺ん家に集まった。心なしかみんな顔色が悪くてげっそりしてた。寺の知り合いがいる友人の車に乗ってみんなで寺まで行った。なんとその寺は俺が最初に霊の女を見た廃墟からそう離れてはいなかった。俺が明らかに嫌そうな顔をしていると、カラオケで奴を見た友人がどうした、と聞いてくる。俺はそこの廃墟で奴を見たんだと言うと友人はすごい勢いで振り返って廃墟の方を見る。直後に、う、とか言って尻餅をつきそうになってた。なんというか腰が抜けてる感じだった。後から聞いた話だが、その友人曰く、その建物自体が霊の女と同じ雰囲気を放っていて、それこそお化け屋敷みたいな、人を怖がらせることに特化した感じの雰囲気だったという。その友人も具合が悪そうだし、肩を抱えて早足で寺に入った。寺は霊を寄せないと聞いたから少しみんな安心してるように見えたけど、振り返ると奴がいそうで怖かった。友人がすでに寺に事情を話していたらしく結構スムーズに寺の中に通された。最初に入った部屋は10畳くらいの和室で真ん中にちっちゃい机があった。そこに座ってどういう経緯で奴が見えるようになったのか事細かに聞かれた。俺が一番元気だったし、最初に見たから、俺がほぼ全て説明した。そうすると、寺の坊主は顔をしかめて、これは良くない。腐ったみかんの周りのみかんも腐るように、良くないものを連れてきた人の周りの人も良くないことになる、とか説明してくれて、お祓いが始まった。これって見てる方に何か影響ないよな。お祓い自体は特にテレビでやってるような大規模な大げさなものではなく、ちょっとでかい仏壇、2、3メートルはあった、のある部屋に通されてよくわかんないお経を唱えて終わった。結構長く感じたが、それがどれくらいかはよくわからない。俺は内心、体調に現れるレベルの霊に取り憑かれてんのに、こんなしょぼい寺で大丈夫なのか、って思ってた。ここで一つ思い出す、俺はどこでその霊を最初に見たかだ。俺はただ、酔っ払って歩いてたら、廃墟の陰から、とだけ話してた。お祓いが終わった後、それを坊主に言うと、坊主の表情が一気に変わった。
なんというか怒っているような驚いているようだった。坊主はちょっと待ってろとだけ言って、紙を持ってきた。詳しくは話せないが、ここに行け、と言って住所の書いてある紙を渡してきた。なんかやべえんじゃねえの、みたいな雰囲気になった。メンバーの中で最も体調が悪かったカラオケで奴を見た友人は貧血気味なのかフラッとして寄りかかってきたのを覚えている。嘘くさいから逆に本当かもしれない。すっげえ作り話、久しぶりにこんなの読んだ。作り話集が強いと思われています。今でも覚えていることは、寺から出た瞬間、クーラーの効いている部屋から蒸し暑い廊下に出た時のように凄まじい嫌悪感を覚えたことだった。後日、また仕事を夕方までに終わらせてオレンジに集まり、車で住所の場所に向かった。ちょっと遠くて、40分ほどで着いた。今度は結構でかい建物だったが、寺っぽさはあんまりなかった気がする。その建物に入るとすでに連絡入ってたらしく、すんなり通された。通されたようまで詳しく話をされた。どうやら、俺が最初に奴を見た廃墟は何かの公共施設だったらしい。そこが放火で全焼し、コンクリートの側だけが残って今の形になっているんだとか。何人死んだかは教えられなかったのだが、あんな霊が出るぐらいなのだから結構ヤバいのだろうと察した。それで、なぜあの寺の坊主はその建物が原因だと知ったらここを紹介したのかというと、以前にも同じことがあったからなのだという。以前もほぼ同じで、廃墟の近くを通り過ぎた人が視線を感じて後ろを見たら奴が角からこっちを見ていた、というところから始まっている。その時も霊の坊主がお祓いをしたのだが、どういうわけかその寺では払えなかったらしい。結構その寺と廃墟は近いし、何かしらの血縁関係とかがあって、払えないと俺は考えている。それで、霊を払えていないまま、しばらくの時間が経過して、最終的には睡眠不足と栄養失調で倒れてしまったのだとか、その後、この寺、に運ばれて払ったらしい。俺たちはそこでお祓いを受けた。内容はほぼ前の寺と同じだったし、仏壇もちょっと大きいだけでそんなに大差はなかった。その日は遅いからみんな揃ってそこに泊まっていった。後日、お礼を言って帰り、普段通り会社に行って仕事をした。おい、もうすぐ仕事なのに表出れなくなったじゃねえか。夜勤か、お疲れ様です。そんな時には寺生まれの T さんを呼べ。ボディーガードはやってないでしょう。一応、俺たちが直接体験したことはこれだけだったのだが、個人的に、以前にそこで取り憑かれた人が気になって話をする機会を得た。その人が栄養失調で倒れるまでを教えてもらった。最初はちょっと暗闇が怖いなぁ程度だったらしい。ちょうど心霊番組を見た後の感じだ。だけど、その状態はいつまでも続いたらしい。ついにある日を境に、夢に奴が出るようになった。情景は奴を発見した廃墟から日常を過ごす職場までありとあらゆる場所だったとか。そして、ある日、縛られたように動けず、自分の部屋のドアの向こう側から奴がずっと覗くようにこちらを見ている、という夢を見たらしい。その日を境に睡眠を拒絶するようになったとか。放っておいたらそうなってしまうと思うと今でも恐ろしい。一つ言いたいのは、取り憑かれたなって思ったらすぐ寺に行けよ、ってことです。終わり。あれ、特に盛り上がりどころもなく終わってしまいました。奴ってどんな人？俺はコンタクト外してて顔がぼやけて見えなかったと思っていたんだけど、みんなどの距離から見てもぼやけてよくわかんなかったらしい。わかってることは、少なくとも上半身は白い服で、黒のロングヘアってことだけ。なるほど、ありがとう。完璧な実体化までしていないなら、影響力が強すぎるってことはなさそう。俺の家の隣墓地なんだけど、まさかでないよな。独自に調べたんだけど、墓はむしろ丁寧に埋葬されてるから下手な事故現場とか殺人現場よりでないらしいよ。この人独自にいろいろ調べていますね。バカ野郎、一時から巡回行かなきゃならないのに。黒髪ロングの美人さんがひょっこり現れるといいですね。スタンダードファッション幽霊って世の中多くね。黒髪ロングの白服、八尺様とか貞子とか、それに代表されるファッションのやつら、海外の心霊映像にも多いし。そもそも派手な格好した幽霊とか見ても幽霊とは気づけないからじゃないかな。なんか作り方下手すぎだよね。なんか作り話だとか言われてるが、一回経験してしまったら、ネットの怖い話なんかも本当なんじゃないかって信じられるようになるぞ。そういうことは実際に起きてる。まあ霊現象って実際体験すると驚くよな。世の中不思議なことはたくさんある。それなんだよ。ただ、皆が経験することじゃないし、科学で証明されないから信じる人は少数。霊的なのよりスピリチュアル系の方が実際体験すると驚くぞ。スピリチュアル系って、なんていうか知らないことを知ってるというかなんというか、簡単に言ったらオーラとかそういう系統なんだけどもっとちゃんとした事実を当てる感じ。まあ数値当たるだろ。それか誘導されてるんじゃね。メンタリストとかも最近有名だし。そういうのじゃないんだよ。性格がとかこんなことあったでしょうとか、少し話してもいいか。話とか好きにしちゃってください。大した話じゃないんだが同級生にそういう能力的なものを持ってるやつ、イカエー、がいてさ、最初はみんな信じてないしそいつが何か言ってもはいはいって感じだった。だけどある時同じクラスの男 B が男 C から借りたアイドルの DVD をなくしたとかで B と C が揉めたことがあった。その時 A が、その DVD お前の部屋のタンスの横の黒いカバンの下敷きになってるよ、と言い始めた。周りで聞いてたやつはポカーンだし B も何言ってんだ、状態。でも次の日 B が学校に来るなり本当にカバンの下にあった、と騒ぎ始めた。みんな半信半疑で本当かよと思ってた。
気になった俺たちは A にどうしてわかったのかと聞いた。 B も一度も A に来たことない。 A が俺の部屋のこと知ってるんだと不思議がってた。 A は人によって見えなかったりもするけど、その人を知ってれば知ってるほどいろんなことが見えると言い始めた。ここで本当にそんなことがあるのか疑った俺たちは実験をしてみた。実験自体はすごく単純で、 A が A に行ったことのない奴の部屋の間取り、タンス、ベッドなどの配置を当てるというもの。とりあえずカンニングできないように教室の前の左角の席と後ろの右角の席に A と間取りを当てられるやつとで分かれて座ってもらった。一応時間は1分に設定して2人同時に書き始めてもらった。そしてせーの、の合図で2人の書いた紙を同時に見せてもらった。そしたら部屋の形、家具の配置がほとんど同じだった。これには俺たちも驚いたしかなり不思議だった。A が言うには全然見えない人もいるらしいが、なんとなく頭に浮かんでくるらしい。これで終わり、時間かかってごめんな。こういう話好きです。不思議な力もあるもんだな。すげえことがあるもんだな。と、こんな感じでスレは終わっていきました。いかがでしたか？途中のレスでもありましたが、嘘くさいから逆に本当かもしれない。ちょっとそう思いました。作り話にしては山なし落ちなしって感じですしね。お祓いには一晩かけてどこかにこもり、朝日が見えるまで出てくるな。そういうのが定番の盛り上がりどころですよね。皆さんはどう思いましたか？ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。